と。だいたい帽子の直径が21センチ、つまわりは57センチぐらいです。つばの幅は6センチぐらいです。だいたい帽子の深さはこのぐらい、7センチぐらいになります。このブリムのところにプラスチックの針金を入れてませんが、形もきれいに出てるので問題ないかと思います。ぜひ編んでみてください。縁編みは細編みで編んでいきます。この印を外して、今印があったところの目に立ち上がりの鎖を一目編んで、ブリムの1段目のところから細編みを編んでいきます。たらブリムの2段目のところに針を入れて細編みを編みます。3段目のところに針を入れて細編みを編みます。こういう穴が開いているところに針を入れると穴が開いてしまうので、こういう感じにちょっと奥のところに、まあ穴開いてしまうんですけど、それでも、なるべく小さい穴になるように場所をちょっと選んで編んでみてください。ここに針を入れて細編みを編みます。ここのラインがつらないように、一段に一目だけだとちょっとつってしまう感じになるので、ちょっと適当に様子を見ながら増し目を編んでいきたいと思います。とここら辺は、一目2回ずつ3回編んでいます。ここら辺で増し目をして、
こんな感じで。出ます。ここもちょっと増し目を入れて。最後、ここを10段目の角も、ちょっと穴が開いてしまう感じになるんですけど、一目内側に入れて角を2回細編みを編み入れて、で、10段目のこのまっすぐな部分に入っていきます。ここは、増し目なく細編みを編んでいけばいいです。はい、今、増し目したところから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 目あって、ここのまた角に来たので、ちょっとこの内側の方から糸を出して、ちょっと半分割る感じにして細編み2回編み入れて、ここら辺こういう感じでできます。ここも細編み2回奥の方に針を刺して、編んでいきます。ここはこんな感じで、こんな感じで、ここはちょっと奥の方に、ここにしようかな。はい、よいしょ、ここら辺に針を入れて、お、感じで。もう一目同じところに針を入れて出ます。ここら辺はちょっと穴が開くので、奥の方に針を入れて、どうしても開いちゃうのはしょうがないと思うんですけど、なるべく穴が開かないように、こんな感じで編んでみてください。よいしょ、ちょっとこの方に針を入れて、ここに、はい、ちょっと待って、最後ちょっと割れちゃった、最後の感じで針を入れて、もう一個細編みを編み入れて割ります。
そしたらとじ分だけ残して糸をカットします。糸をカットしたら、最後鎖にする感じで印のあった目に針を入れて、外側から内側に針を入れて、また最後の目に針を通して、こんな感じで最後編み地に縫い付けて糸をカットします。こんな感じで表に響かないようにでカットします。そしたら最初の糸端も編み地に縫い付けてカットしてください。できました。あと、つなぎ目の糸も、一緒に編み入れて編んだのでカットして大丈夫です。最初の輪の糸端も編み入れたのでカットして大丈夫です。これで最後にもう一回ブリムのところにスチームを当てたら完成になります。